皆さんこんにちは、名古屋のジエモンです。いつもご視聴いただきまして誠にありがとうございます。今日は東山から南下をしまして、目的地はないんですが、上田一本松のいつもの153号線バイパス、この道路沿いに植わっている街路樹、結構ね綺麗なんですよ、この紅葉の時期になると。果たして今年はどんな状況になっているか見てみましょう。ああ綺麗ですね。ああ綺麗だけど結構散っとるな。ちょっと遅かったかな来るのが。まあだいぶ散ってますけど、まあいい塩梅ですね。今年の頭ぐらい、私が YouTube を始めた頃の動画でここをアップしてますけど、まあ今年も見ることができてよかったです。ああいい感じだねこれ。ちょうど落ち葉が結構歩道に積もってて、この紅葉の並木の間を自転車で駆け抜けるってのは気持ちいいですね。ただ今日はね結構寒いんです。もう11月も終わりになってきたんで、割とね空気が冷えてきた。まあ自転車で走るにはちょうどいいぐらいですけどね。今日は結構冷え込んでます。さあ上田一本松に到着しました。この右手のところもねセブンイレブンが相性でになっとるね。昔ここフィールのあるところナフコがありましたね。ナフコ焼き山店でしたかね。結構人気でしたね、人がいつもたくさんいます。さああんまり走ってちゃうと一本松を言い難くなるので、もう焼き山の交差点まで来ました。ああイオンとエディオンの看板が大きく見えますね。あっちの並木も綺麗だな。ちらっと見てみますか。あそこの牧野池に伸びるこの道、焼き山交差点から東方向向かう道の街路樹も同じタイプですね。まあまあ綺麗ですね。とまあそれをちらっとかすめながらここで U ターンしますか。フィール焼き山、まあでもねこの辺は本当にスーパー激戦区ですよ。まあこのフィールはあるわ、ピアゴはあるわ、ちょっと南行って青木スーパーはあるわ、その手前にマックスバリューはあるわ、で先般ハイエースの跡地にできたイオンスタイルはあるわ、どんだけあんのっていうぐらいねスーパーがあったり、先日の動画入り中の動画でもご案内してますけど、ドラッグストアが多いね。とにかく、まあ、高齢化もあるんでしょうけど、まあ、ドラッグストア強いですよね。やっぱ薬を扱ってるっていうのはなかなか普通のスーパーマーケットにはない強みというところでしょうか。結構本当ね風が冷たいです今日は。さあ焼山南交差点、ここねセブンイレブンあったでしょ、なくなってます。大正でオープン2020年8月。まあ高齢化に伴い、まあ、早期ビジネスも儲かるんですかね。まあ逆に言うと冠婚葬祭結婚の方がなかなか増えていかないから、葬儀ビジネスで稼いでいかないといかんというところはあるかもしれません。まあちなみにご存知の方多いと思いますが、当然このバイパス昭和何年ぐらいですかね開通したの、ちょっとはっきり覚えてないですけど、昭和50年代、40年代ではなかったですね、50年代の初頭ぐらいでしょうか。まあ、昔ここもう山梅森坂の方にかけてずっと山でしたからね、歩く道ぐらいしかなくて、でちょうど今動画に映ってるあたりに三好祭館だったか、まあ三好祭館って昔からあの田舎から上田にありましたけど、ごめんなさいちょっと名称ははっきり覚えてないですが、2階建ての中華料理店がここにありました。まあ、道路が開通する前ですから、もう山の麓というか際のところにありまして、なんか私も子供の頃を連れて親に連れてこられた記憶があります。今そこにジープの販売店映ってますね。結構ね、まあ、今時日本のメーカーもああいういかにも四駆らしいデザインの車が少ないので、結構ねいつ見てもお客さん入ってますね。で今これは上田一本松の交差点を西の方に向けて撮影してます。また後日ですけど、このバイパスの工事中の写真が何枚か出てきたんで、動画とともにご紹介したいなと思います。まあ、当然この道路は向こうには伸びてなかったので、どんつき山の麓のところまでしか道もなかったですね。上田一本松の交差点を抜けて上田一本松のバス停の前です。まあ、昔この左手のところにお菓子屋さんですかね、食料品店がありましたね、大昔ね、本当大昔ですけどね、40年ぐらい前かな。右手のところ上田一本松の反対車線、唯一残る昭和40年代はおそらく30年代からある建物の残りです。今現存してるのはここぐらいしかないんですね。もう上田一本松あたりのマンションが増えて家も増えて、もう随分様変わりしました。
もうそこの建屋だけです。非常に貴重ですね。で、他の動画でも何度かご紹介してますが、この左手のところ、今マンションになっているところ、プールがあったところ、ちょっと前通ってみますか。ここね、この左手のマンションのところがアイスクリーム工場がありました。金庫食品、金のシャチ、金庫食品という名のアイスクリームメーカーの工場がありました。でずっとこれ登っていくと上田小学校、今でいうと今でも上田小学校か、上田のあたりにたくさん小学校できたので、上田東とか上田南とか、まあ、ここは上田小学校、もともとの名前ですかね。ここの道はもう大昔からある道です。上田小学校に登っていく道ですね。で左手にはピア5は見えます。まあせっかくなんで登ってみましょう。文具の文蔵ができてます。文化洋食店になっとるな。で、ここがもともと池だったところです。完全に池でした、ここは。まあ今見ても分かりますよね。今見ても池早漏という状態になってます。すり鉢状にね。ちょっと一周してみますか。ちょうど今のピア5上田店の東側です。あ、この辺はもう桜の木が多いのでもう散っちゃってますね。今右手奥に見えてるのが上田小学校です。こうしてみると結構池はやっぱり大きかったですね。昔、大昔ですが、この横を何度か歩いたことあるんですけど、今思うとこんな大きい池だったかなという気がしますが、ちょうど今国道153号線のバイパスの南側を東に向かって平行に走ってます。そこの青木は昔鳥居でしたね。まあ鳥居という会社は青木に吸収されちゃってなくなっちゃいましたけど、ここのモニュメントバカでかいな。船出って書いてある。すごいね、この公園のモニュメントではちょっと規格外のというか、なかなかこの大きさのはないですね。これすごいですよ本当に。ちょっと見てみましょうか。こんな感じです。木の大きさと比べていただいてもね、高さ10メーターくらいあるから結構大きいですよこれ。船出って書いてありますね。まあ何かの開拓記念かなんかですかね。船出の裏に、あ、なんか船出の裏に何か書いてあるわ。観光記念って書いてあるね。当地区は名護市の東部に位置し、天白川上田川に沿った平坦な大部分は丘陵地帯であり、畑、竹林、果樹園などの、ちょっと下の方がよく読めないですね。要は複雑な一帯を土地区画整理事業区域として、まあ、整理をしたと。で組合が、発足をして以来事業完成を目指して組合員一同頑張ったと。で地下鉄が通ったり西に東山公園があったり、まあ、いろいろ整備をして眺望絶景の環境住宅街ができるできたと。で組合設立年月日は昭和49年5月17日結構前ですね。事業刊行年平成元年ですかね。あ、結構かかってますね。ここを見るとやはり上田の姓の方が多いですね。高木姓、須崎、浅井、村瀬は平原が多いね。で室川は上田、あと須崎、浅井、三田もそうですね。この辺の名字ですね。こんな大きいモニュメント建てるぐらいだったら、まあ、よっぽどお金があったんでしょうね。